はい、そして東京ヤクルトスワローズマスコット30年目の大ベテラン、つば九郎の登場です。はい、つば九郎、今日の一言はいきましょうか。バズーカも楽しみにしますよ。今日は明日はレディースデイです。そうなんです、はい、レディースデイです。はい、つば九郎、今回はスタッフからレディースユニを渡されてきていますということで、いやー、つば九郎、なかなかビッグサイズあってよかったですね。いい感じです。はい、北関東方面のレディースにはどうするですか。もうレディースデイおなじみのこれですね。こっち方面のレディースには送る手羽です。送る手羽ね。はい、普段は、裸だけにレディースを着ているとなんかドキドキします。こんなレディースでは嫌だ。行きましょう。はい、選手の登場曲が八代亜紀か工藤静香だ。クラッチ振り付けあるけど、はい、乱闘になると顔はやめな、ボディにしなと慣れている。ちゃんとバット持ってると思ったら木刀だった。皆さん大丈夫ですか。ついてきてください。審判をマッポーと呼んじゃう。はい、スパイクよりも網サンダルを履いた方が足が速い。網サンダルクラッチも受けてます。レディーフカーが現地に DJ1 2ケツ後ろに乗ってくる。じわじわ来ますね。はい、今日明日はイーグルスクラッチが来ています。はい、クラッチ維持には明日行いますということなんですが、はい、では行きましょう。さあ行こうか。イエース、クラッチ明日維持ってもらえるということで楽しみに。はい、それではお待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。